お世話になります、ひとりでございます。今現在特別なポケモンとおしゃぼが不思議な贈り物で手に入れられるということで、その情報を共有させていただきたいと思います。はい、じゃあ早速不思議な贈り物をやっていきましょう。ここからですね、不思議な贈り物を受け取るでございまして、インターネットで受け取るですね、これをやっていきましょう。贈り物を探しています。はい、来ましたね。あ、隠れ特性のバリヤードですね。これが今回の不思議な贈り物となっております。見てみましょう。お、キラキラ降ってきて、はい、ありがとう、登場しましたと。はい、登場、いいねこいつは。ポケモンボックスを確認してみましょうということで、してみましょうか。あと道具セットもプレゼントということで、これも一つの不思議な贈り物ですね。はい、どうも。こういうの時々あるのいいっすよね、マジで。はい、ここでまあボールは私そこまでこだわってはいないんですが、結構嬉しい人はいるんじゃないでしょうか。あ、ルアーボール、ヘビーボール、ムーンボール、ドリームボールですね。これらを受け取れるということで、皆さんもね、おしゃぼがめっちゃ好きな方はぜひこれやった方がいいと思います。入手難しいので。はい、じゃあバリアード確認していきましょうか。はい、じゃあ見ていきましょう。あ、個体値は別に良くないんですね。これ人によって違うかもしれませんが、かなりいいが3つで、それまあまあが2つで、すごくいいという感じで、全然良くはないですね。あとプレシャスボールっていうのがかなり貴重なんじゃないかなと思います。これはやばいでしょ実際で。レベル15ですね。はい、強さを見る、やっていきましょう。はい、やはりプレシャスボールですね。これやばくないですか。地味にこれ嬉しい人いるんじゃないでしょうか。かなり貴重だと思います、この個体は。はい、それでアイスボディということで、これは夢特性となっております。先ほども書いてありましたよね、公式的にそういう夢特性みたいな感じで書いてあるっていうのはなかなか珍しいんじゃないですか。はい、で技はマネッコアンコール、氷の粒で念力。これは別に特にすごい珍しい技とかではないですが、まあまあいいでしょうっていう感じですよね。はい、で右側見てみますと、冷静な性格でございますと。でそれでオンラインプレゼントで運命的な出会いをしたっていう感じになるんで、おっちょこちょいということで、ちゃんとその見た目的に合わせてるのかもしれないですね、これもしかしたら。はい、でこれでリボンみたいなのがついてるんですね。しかもなんかつけた時の名前みたいな感じで、ポケモン好きのバリアードみたいな感じで二つ名っていうんですか、こういうのがあるということで、なかなか活かしてますよね。でクラシックリボンですから、やはりね、そういうレアな個体を集めてる人は絶対ゲットしといた方がいい個体なんじゃないかなと思います。でこれなんで急にバリアードが配布されたかというと、一番説得力のある理由としては、5月22日に地上波で名探偵ピカチュウの実写版のねやつですね、あれが放送されるということで、その映画でバリアードが割とね変な活躍をするというか、そういう感じらしいですので、今回配布されたっぽいですね。とりあえず何のリスクもなく、結構ね珍しい個体手に入るので、まあ、手に入れといて損はないでしょうね。心にバリアを張って嫌だっていう感じでもらわないのはちょっと損かもしれませんよ。